横浜の撮影スタジオの、お弁当でございます。夕食でございます。もうですね、撮影が終わりましたら、スタッフのみんなの分の、弁当が、ありました。かの有名なあの今半ロケ弁でも有名な今半の、弁当と、これもまたロケ弁で有名な、喜山飯店ですね。ここの中華がすごい美味しいんですよね。これデリバリー専門の、ところなんですけれども、これ春巻きバージョンとシューマイバージョンがあります。これ多分1000円ぐらいだと思うんですけどね。でこのエビチリとかもね、もうなんか麻婆茄子もそうなんですけど、全部がしっかりしてて美味しいんですよね。これ初めて食べた時本当に感動の美味しさだったんですけれども、であのシューマイもね、あそうそう、この卵に至るまで本当に美味しいんですよ。でシューマイもうまい、もうあの某あの横浜のあのシューマイにも匹敵するというか、感じでございます。でこれちなみにさっきの今半の、牛肉重か、ですね、そんなことで美味しくいただいて帰りました。それではまた明日です。ありがとうございます。